具合悪いとか体調悪いとかっていうのももちろんなんだけど、それよりも心的にみんなの前に出るまでちょっとだけ時間がかかりました。すいませんはい、ゾンビになってましたか。ゾンビになってました。今日は新春公演があって、みんなにはまだかな、まだだよね、多分配信はまだされてないと思うんですけど、めっちゃ目になんか入ってるですけど、まだ配信されたら見てください。多分6日からなんだ。そっかやっほー、明けおめ、明けおめ、明けおめことよろ。でもずっとなんかいっぱい やることもあったり、覚えなきゃいけないこともあったりして、たくさんちょっとハードな年末だったので、心はすごくあんまり元気じゃなかったんですけど、一期生のね、みんなで集まってたやつとかも本当は行きたかったんですけど、やっぱりね、つぐちゃん卒業だし寂しいなって思いもあったんですけど、心が追いつかなくてちょっと欠席しました、みんなに会いたかったんだけどね、久しぶりに。やっぱり今日福袋かなって当たってる人に会うためには、ちょっと行けない、行けてたらもしもう年始から爆休みする羽目になってたかもわからないので、ちょっと元気になってよかったなって。なんか年末年始ゆっくりできたってすごいいろんな人に聞かれるんですけど、まあ、決してゆっくりはできてないから、なんて答えたらいいか分かんなくて、だからね、本当はカウントダウンとか、まあみんなとみんなのコメント見て元気になろうかなとか思ったんですけど、なかなか
多分みんなが心配する姿しか見せれないのかなと思ったのでやめました。こんばんは。なんかでも楽しそうだったね。一期生が集まってたやつ。つぐちゃん可愛かったな。寂しい、つぐがいなくなるの。寂しい。うん、寂しいんですよね。やっぱりどう頑張っても一期生はもう5人しかいないし、うさぎ年ですからね。うさぎになりました。見てくれました？うさぎになったんですよ。可愛かった。ねね、一瞬端末変えてもいい？怒る？怒んないで。怒んないで。ちょっと待ってて。私の目標は人権を勝ち取りに行くだから、みんな協力してね。私に協力できる？できる？理科に協力できる？何をしたらよろしい？会いに来る。極力会いに来る。悔いのないように推し活してください。悔いのないように。あやっぱりそれが一番な、うん、やっぱりね、会いに来てくれるのが一番パワーになるから。私多分公演あんまり出ないと思うんですよ。なんでかっていうと、まなちゃんと同じポジションなんですけど、ていうかもともと私がやってたポジションをまなちゃんもやってて、まあそのポジションに2人いる。だから
そういう感じなんですけど、新しくやってるリバイバル公演が。まなちゃんってユニット公演してなかったんだよね。だからずっと出てなかったから、その分やっぱり出してあげなきゃっていうのもあるし、そうすいません、あのそうだし、まあ、私もなんかその今の状況に公演が入ってくるってなると結構しんどい部分もある。あの一回やってる公演とはいえ、やっぱり覚え直さなきゃいけないこともたくさんあったりして、うん、運営の考えは大体そんな感じなんだろうなって私が察した上で喋ってるんだけど、多分まなちゃんがずっと出てなかったからまなちゃん出してあげたいっていうのもあると思うし、私がねもともと仕事と被ってていけない日とか、あとは体調の面が優れなかったりとか、そういうことも多分加味してこの配置にさせてると思うの。だからなんかまあそう配慮だったりするとは思うんだけど、みんながさあの会いに来れる場所を私が作れないのは本当に申し訳ないんだけど、できる限りあの目の前にあることは頑張るようにするので、あ決してなんか出たくないとか言ってるわけじゃないからね、そこは勘違いしてほしくないんだけど、なんかむしろ出たいし、ただまなちゃんも出してあげたいっていうのもあるし、なんかなんだろう、そう私の一存で決まることではないので、なんかだからうん、それは申し訳ないんだけど、だから会いに来れるタイミングでたくさん会いに来てほしいなって思います。はいはい。ふらふら遊びに行きます。え、私の絵の思いその程度だったんですか。私への愛はその程度だったんですか。ふらふら会いに来るぐらいのテンションだったんですか。命をかけて会いに行きます。え、何かに追われてる国家とかに追われてる寒いね、冷えるね、昨日も今日も寒い。あのね、お気に入りのリップをなくしちゃったんですよ。絶対どっか置いてきた劇場かな。なんかメイクさんに預けた気がせんでもないしなっていう感じなんですよね。どこ行ったんだろう、どこ行ったの、みんな私の手元からいなくなっていく、あらららら私のねあの推しメンがいて、なんかよく推しメンのグッズとか DVD とか送ってくれる
人がいるんですけど、なんか劇場に送られてったっぽくて、劇場ってそういうの弾かれるんですよね。だから届いてないですっていうのをここで言わせてください。なんか DM くれてたんですよね、送ったよって。だけど届いてないです。なんかちゃんと弾かれてるみたい、やっぱり。だからなんか突拍子もないものを送ってきたらそれなりに弾かれてるよっていうだけ、ちょっと言っとくわ。うん、あれ DVD とかもダメ、あのね、内容によるんだよね。多分パッケージとか見てこれはダメだな、これはいいなみたいなのを分けてるんだと思うんだけど、何らかのあれで私に悪影響だと思ったのかな。初めて知ったね。カホコタは太田なんて酒が届くのに、過保護だわ。私ほんとなんか過保護って思っちゃう、そういうの。え、私あれしてないかも、火止めてないかも。火止めてないかも。見てきてもいい？見てきてもいい？ちょっとごめんね、チャック開いてた。立つから一応確認しようって思ったらチャック開いてた。ちょっと待ってて。すいません。大丈夫だった。味噌汁をね作ってたの。お味噌汁。余り物をぶち込んだお味噌汁、神社に昨日お参り行って、お味噌汁飲みたい？あげない。あげないよ、あげないよ、お味噌汁。いや恥ずかしいからちょっと言わない、私の口からは。誰が言うんだよじゃあね。ちょっと私の口からは言えない、恥ずかしくて。余り物、余り物です。冷蔵庫にあった。
やばいものは入ってないけど。キノコとかキノコとかそんな感じ。できたお嫁さんになりそう。そうでしょ。みんなね、私のことないがしろにしすぎなんだよね。結構さ、頑張って生きてる方だと思うんだよね。なのにさ、やっぱり何か最近みんなにやきもち焼いてる。なんか寂しいのかな。寂しいのかもしれない。ここに来て寂しいのかもしれない。一人暮らし。なんかうまく説明できないけど、みんなに対してもどうせ私のこと好きじゃないじゃんって思っちゃう。好きで、いや違うんだよね、口では何とでも言えるんですよ、そんなのは。怖い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 、やめて。新年早々、なんか落ちたね。私のあのデザイン画のラフが落ちました。あのさ、私よくストレートの時右だけ耳かけするんですけど、なんでこう落ちてこないかっていうと、これも今落ちてくる状態なんだけど、ここをね薄く取んのよ。でねじんの。ねじるじゃん。で耳の後ろでピンを縦にこう止めんの、見えないように。でこうやってやったら耳かけ落ちてこないし、ここに飾りもつけれる、土台もできるしっていうアイドルの必殺技。そう、48系のメイクさんはみんなこれできます。耳かけしてくださいって言うと耳の後ろでねじって止めてくれる。そうだから、いくら踊っても落ちてこないなっていうのはそういうことです。そう、秘密兵器。これ耳かけって言います。中止めっていうのもあって、例えばこのなんかこうなってた時になんかここの量が多いなっていう時あるじゃん。前に来る髪の毛の量減らしたいなとかっていう時、ここの中間を取って、こ
横の後ろで止めるんですよ、ねじって同じように。そうすると前に来る髪の毛が少なくなるのでおすすめ。僕も今度やってみます。髪の毛ないじゃん、そんなテクニックが。そうだよ、いろいろ見たけどリカちゃんより可愛いアイドル、いやいや5万といるわ。いや何から話していいものやら、なんかな、全然配信やってなかったらさ、どれから話していいものかわからないんですけど、なんかすごいことがたくさんあってすごいことがたくさんあったんですよ。なんかまずまず世紀の大発見なんですけど、これ気づいたんです。25年生きてて初めて気づいたことあって、自分のことになっちゃうので興味のない人は別に聞かなくていいんですけど、私のことになっちゃうからね。あの中井梨花ってお腹空いてるか眠いか寒いかで機嫌悪くなるんですよ。この三大要素を満たしておけば機嫌悪くならないんですよ。そう、暑いのはね耐えられるんですけど、寒いかお腹空いてるか眠いか、これで大体のあのあれは決まってきてて、でそれも最近気づいたんだけど、寒いってさ、まあ、冬しか発生しないじゃん、まあ、エアコン効きすぎとかで夏寒いことはあるかもしれないけど、まあ、なかなかないよね夏だから。冬の朝って絶対機嫌悪いんですよ。なんでかっていうと低血圧だし、朝眠いし寒いしがまずもう揃ってて、そこにお腹が空いたが入ってくるともうこれ仕事に行きたくないんですよね。ただ普通に生きてるだけでリーチかかってるのに、そこに、でもなんか自分のね、そろそろ今年26になるし、自分の機嫌ぐらい自分でハンドリングできなきゃいけないなって考えたの。偉くない？まずそれに対して褒めて、リカちゃん偉いね、やっと気づいたの、すごいね。そうで、そうなの。だから今年からはちゃんとハンドリングをしていこうかなって思ったんです。それで気づいた、やっぱりお腹空いてる時が一番機嫌悪くて、その次ぐらいに眠たい、その次ぐらいに寒い、これですね。エラチー出しちゃいます。
あとね、そのイライラ度が、ま、家から離れてれば離れてるほどすごい。だからその例えば東京とかに行ってますってなるとちょっとやっぱり元気が減りますよね。そうなの、そこに帰りたいがプラスされるからね。そうなってくるともう終わりレクイエム流れ始める。ノーベル賞ものの発見です。ねえねえ、みんなあれ見た？あのなんだっけ、初恋見た？見た？ファーストラブ。 You are always gonna be mine。 ネトフリかも。見てない？めっちゃいいよ。てかもう佐藤健がかっこよすぎて今だけ普通の女の子になりますね。すいません。佐藤健めっちゃかっこよくてJK の会話だったのって聞いてほしいんだけどかっこよって困りました。そう、最近ね、その誘惑に負けてネトフリも入ったんだけど何が見たかったって、今和の国のアリスが見たかったの。今和の国のアリスわかる？あのすごいよく CM やってるやつなんだけど、すごくて、なんかあのファンタジー系のちょっとグロいけどなんかデスゲームみたいな感じの話なんだけど、そういうの好きじゃん？好きなのね、私好きなの。だからなんかそれ見たのよ。もうね、やばい、もう面白すぎてやばいんだけど、その前にあの初恋を見たのね。もうタッケルがかっこよすぎるサトウタケルがかっこよすぎる。やばいよマジで。本当にあれは国宝。あの今まだ普通の女の子だと思って聞いて明るい、あれは国宝。いや、かっこいいよね、かっこいいよね。そう、あ、でもみんながうるさく言ってるサイレントは飛ばし飛ばしでしか見てないんですけど、まあそうだね、うん、でもまあちょっとかじってた身だけだから、なんか知ったかとかもしたくないし、あんまりあれなんだけど、なんかその福祉関係の学校に行ってたんですよ。そうすると手話とか習うんですけど、手話とかがさ広まるとさ、すごくなんかなんだ、ちょっと嬉しい、やっぱ嬉しいんだよね。うん、ちょっとなんかああいう形で、でもそういうドラマだったよね多分。私あまりあれなんだけど、でもなんかすごく
いいなって思った。なんかもっとフランクなこうコミュニケーションツールになったらいいなって思うよね。確かにね。でもなんか自分もなんだろう、その何、いろんなドラマ見てるけど、なんか今はこういうのが流行るんだみたいな、わかるじゃん、あるでしょ。なんか純愛系とかちょっとエモい系とかさ、なんか流行ってるのどっちもエモい系じゃない。なんかちょっと昔の好きだった人に再会してみたいな、そういう話じゃん。でもさ、それってさ、今を生きてる人からしたらすごい迷惑じゃない？だってさ、例えばよ、自分がじゃあみんながねお付き合いしてる女性がいたとして、まあいないだろうけど、例えば男性がいたとして、その人にね、例えば急に初恋の人がと再会したみたいな、もう不利やん。だってさ、もともと好きだったっていうのに加えて思い出補正入ってるわけやん。で、まあその何、昔こういうところ行ったよねとかもあるわけや。プラスにプラスを重ねて、もうプラスしかないやんみたいな。いや、そう、そうなったら今、じゃあ例えばすごい好きで付き合ってる人がいたとしても、なんか初恋の人とかだったらさ、なんかやっぱいろいろこう思い出が溢れてきて、いや無理だよね、無理じゃない、それ今現れるの違うわって思わない？だからもうなんかどうにかこう私の相手になる人の初恋の人は結婚しててほしい。なんかもう人のものになってたらこっちの勝ちだなっていうなんかこのドラマを見て経て思った、学んだことは、私が例えばお付き合いする人に初めに聞こうと思う、あのところでなんですけど、初恋の方ってご結婚されてますって、それで結婚されてないですって、その向こうの事情まで知っててなんか詳しそうだったら、あ、これはちょっとワンチャンあるなって思うし、嫌だなって思うけど、そう、でもいや分かんないけど、もうしてるんじゃないぐらいだったらまあいいかも、そうやろうって思う。でもさ、私が聞いたことによってさ、初恋かってこうなんか回想シーンに入ってしまわれたとちょっと困るよね。あ、思い出さないで、思い出さないで。でもこちらが好きだった人には結婚してもらいたくない。確かに
かちょっとあるよね。別にいいけど、全然なんかそういう未練とか全然ないけど、なんかあ結婚したんだみたいな、なんか一個あるよね。いや別にいいけどねみたいな。別に全然いいけど、全然見るのとかないけど、初恋バツバツ年前で彼女も今ワイワイ祭どうなってね。そうだよね、負けた気分になる。いやなんかめっちゃわかるっしょ。なんかちょっとね、わかるよ、わかるはず。嫌じゃない、なんか、あーへー、結あーもう結婚し、あー結婚したんだみたいな。ちょっと一個ってあるよね。だから別に落ち込むまではいかないけどみたいな、結婚したいんだ、とか思って、とかさ、なんかまあなんか結婚 したけど別れたとかだったら、つけいる隙があると思っちゃうよね。私は新年一発目でショールームから何を言ってるんでしょう。静かにします、すいませんでした。でもさ、なんか思わん、流行ってるよね今さ、エモ恋みたいなやつ。エモ恋、あの時あの CD 聞いてたんで、曲とか引っ張り出してきて、それよくないよ。今を見よ、今みんな今を生きてるんだよ。じゃあ例えばその初恋の人と付き合えてたとしてよ、付き合えてたとして別れた理由が必ずあるんだから、そしたらもうそこで思い出して我に返ってほしいよね。ね、自分は全然したいけどね、そんなエモ恋みたいなやつ。もう一回会ったらなんて言うんだろう。しかもさ、自分はさ立場とかもあるじゃん、なんか一応アイドル だしね。向こうはさ存在をさ認識できるかもしれないわけじゃないですか、私がまあ一応表に出る仕事なので。だけどさ、こっち側はさ何も分からんわけやん。ねえ、そうなの。だからみんな騙されないで、それエモフィルターかかってるだけですよっていうのを言いたい。やっぱ思い出って美化されるからね。都合のいい記憶だけでこう思い出そうとするとやっぱエモいなっていう感情がもしかしたら好きかもみたいなさ、そういうなんか安直な考えはやめてほしいですよね。でもこれアイドルにも言えるんです。皆さん今ドキッとしてください。例えばよ、あの時推してたあの子のグループのこの曲久しぶりに聴いたらいい曲だな、
そういえばあの子今どうしてるんだろう、気になって調べるでしょ。でまた推し始めたりするんだよ。今の推しはどうするのって、巡り巡って回り回ってそこに来たんでしょ。だったらもうさ、過去は振り返らない、もう。おっしゃる通り。そう、今を見るべきなんですよ。そう、そしたらまた何年後かにさ、思い出せるさ、思い出になるわけじゃん、これだって。中井梨花さんって今まで何人の男から告白されましたか。え、なんか何を告白とするかにもよるんだけど、私が、あ、これは多分告白だなって認識したのは、ガチで数えていい？4回半ぐらいかな。うん、少なく見積もって4回半。半というのはこれはどっちなんだっていうのが1個あったから4回半。え、少なく見積もってね。まあまあいるやろと。え、私少ないよ、めっちゃ。多分声かけにくいんだと思う。少ない少ない。あの DM 来た数とか、例えばじゃあじゃあその何、この世界に入ってからのことも数えたら大変なことになるから数えたくないんだけど、そうそう、あの入らないまでの間の話だしと、それぐらいですね。数えないで。いや少ないですよ、全然少ないです。うん、でも声かけにくいとは言われますね。リアルすぎない？うん、入るまでだったらね。私高2で入ってるので、じゃあ高3だ、高3の途中で入ってるので、うん、え、どっちかっていうと自分から声かけてました、入るまでは。だし、なんならそのなんて言ったらいいんですかね、声がかけられない状況だったというか、まあ、お相手が何でもないです。なんか、あんまりあれなんですけど、あの、何でもないでした。ああ、何でもない。何があっても言うことあれない。少ないでしょ、少ないには理由があるんですよ、それなりに。察してください。まあ有名でしたし、意外と私もで言えるで、みんなが聞いてきたんじゃん、みんなが聞いてきて、しかも少なとか言ってくるから、じゃあ本当のこと言いますけど、ほんのこと言いますけど、声がかけられない状況だったというのはありますね。察してくださいという話ですけど。墓。いや
ばいやばい、大霊園が気づかれるところだった。え、みんなが聞いたんだよ。何？え、何？みんなが聞いたんだよ。聞いてごめん。え、聞いたら答えるよ、私だって。それね。いや、なんかごめんね。でもさ、思うの、なんか多分みんなもそうだと思うんだけど、面食いですか？違うか。でも私を知ってるってことは違うか。なんだろうね、なんかやっぱその面が良くなかったとしても、ある程度そんな表になられる方じゃないと皆さん好きにはならないんじゃないでしょうかっていう。声食いというか、え、でも私声好きって言われるのすごい好きです。一応歌ってるのでなんかリカちゃんの声すぐわかるとか言ってくれるのはありがたいです。あとね、最近嬉しかったのは、あのやっぱ恥ずかしいからやめよう。恥ずかしいからやめるね。なんか自分で言ったらなんかちょっと やだからやめた。リカちゃんも顔かわいいし、声もかわいいし、仕草もかわいいし、性格も好きです。ありがとう。それガチで言ってる？絶対嘘じゃん。言いかけたなら言ってくれ。はずいんだけど、なんか最近あの打眼の時に目が綺麗だねって言われて嬉しかった。そう、めっちゃ茶目なんですよね私。あの黒目が黒くないの、茶色いの。それはキュンなるわな。何何、どういうこと？みんなにだよ。何どういうことどういうこと。みんなさ、自らお墓建設しに行くのやめて。みんなにだよ。その何、裸眼で配信とかしてた時に言われたことが嬉しかったっていう話だよ。そう、なんか多分さ、みんな勘違いしてるよね。誰かに言われたと思ってるんでしょ。違うよ。ねえ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 。そうだよね。じゃあ話の流れが良くなかったね。え、そう、配信でね言われたのが嬉しかったよっていう話。ほっ、建設準備してました。え、そうだよ。何の匂わせで、匂わせてないって。
て。私さ、匂わせるの嫌いなの。だから全部言っちゃうの。匂わせるどころか、多分あのみんなには嗅いでー匂わせてない。もうなんかどっちかっていうと、あの匂いの根源をこうさらす、私なら。うん。匂わせてない。匂わせする人嫌いなの。全部言っちゃうから私。うん。全部言っちゃうか、ひたすら隠すか、どっちかだね。だけど性格上全部言っちゃうと思いますけど。匂わせるのうまい。じゃあ、あ、その目が綺麗だねって言われたやつ違うよ。なんか過去の配信とか見てみ、私が嬉しそうにみんなにそれ言われてニヤニヤしてる配信が何個かあるでしょうよ。で、多分それのことを言ったの。私はね、あ、誰かに言われたと思ったんだ。その俺たちには見えないイケメンに言われたと思ったんだ。まあ言われてるかもしれないしね。ちょっと嬉しそうなのくさ。いや、みんなからのね、あのね、そういう嫉妬はね嬉しいんです。ちょっとちょっとね。いろいろと想像が膨らんでしまう。草しか。宅急便のお兄さんとかに言われたのかと思って。私宅急便出ないもん。あの家にこう訪問してくる宅急便なり郵便局なり、そういう人に一切面と向かって会わないです。会ったことない。どうしてもの時は限界態勢で挑む。明日の今頃にはあなたはどこにいるんだろう。イエイイエイイエイ You is gone。 作業し何ですか。はっ、そうだ、あのさ、いや、みんなに内緒にしようと思ってたけど言うね。リカね、新衣装割と好き。青い衣装どう？みんなは。なんで秘密にしよう。やっぱミステリアスになりたいから。今日さ、え、知らない人もいるかもしれないんですけど、1位に君臨されてらっしゃる堀もきさんって方と、あとマカロンロンが来てたんですよ今日ね、新春公演に。どっちも浮気してた。堀もきさんなんて最前度戦で浮気してた。
マカロン論は立ち際ゼロズレで浮気してた。みんな浮気するんだ。俺それ見たわ。見たの？マカロンロンはね、浮気してた。イカじゃないところ見てるの見ちゃった。あ、今目そらしてた。私の出てる公園で私から目をそらしたら極刑なんですよ。もうなんかみんなさ、なんかあれにしてほしい。あの、私がさ浮気したらこうやってプチってスイッチをして、そしたらなんか奈落の底に落ちるスイッチで、それはみんなの足元がバクって開いてシッて落ちていくの。そういうスイッチ欲しい。堀巻さんへこんでます。だって堀巻さん理科じゃないところ見てたもん。理科もういらないの？理科ちゃんが必要です。じゃあ他の子見ないでよ。許せない。ダイって書かれてる。怖っ。海外のさ死の表現怖いよね。ダイ。最前度線頭が立ち見でもバレるの恐ろしい。でもさ、私がそれだけみんなのことをよく見てるっていう話なんですよね。みんなより、みんなが私を見てるより、私がみんなのことを見てる時間の方が長いから、私に勝たなきゃいけないのに。みんなはね、うん、頑張って。リカちゃん対角線上でもレッスンくれるからバチボコに湧く。当たり前じゃん。ミクヤンが言ったらどこにでも視線送るよ。リカはね、リカにまっすぐ飛んでくる愛をね掴んで離したくないの。だから絶対に浮気する人よりも単押しの方が美味しい思いをしてるのは間違いがない。アイドルがオタクの方をたくさん見てる状況羨ましい。私はみんなのこと大好きなんだよ。だからなんか
何してるのかも気になるし、どこでどうやってどんな風にご飯食べて誰といてどうやって過ごしてるのかとかも気になるし、だから全部教えてほしいし、全部監視カメラつけたいぐらいなのに、みんな浮気してリカのことすぐプッて捨てていくからひどいよね、ひどいよね。清田さん、清田さん聞いてる？清田さん DD だよね、清田さん。そうリカはでもみんなのこと本当に好きなの、本当に。なんかこれはアイドルがファンに言う好きじゃないの、なんか多分ちゃんと信頼してる好きなの。なのにみんなはリカのことすぐ応援やめるとか言うし、片思いなんだよリカはずっと。ひどくない？みんなちょっと気が多いだけでみんなに片思いしてる。泣かした子は反省しなさい、俺は言われてるよ。昔僕もちょっとよそ見したらめちゃくちゃ怒られたから、答えのよそ見本当やめた方がいいですよ。てかやむ、普通にやむ、その一個のそれですごいやむ、だから今日もやんでる。それでなんか死んだ方がいいかなとまで思うだから他の子見ないで本当に。やむ、メンヘラ舐めないでぬわーキモいに命じます。本当だよ、みつるさんもさ、なんかわかんないけどさ、なんかいっぱい名前書いてあるしさ、ビオランに。リカだけじゃないよね、知ってる？私もうなんか寂しいんだよ、理解、みんなのこと好きだから。また一つ理解した、理解して、本当に無理。なんか他の子のファンが違う子を見てるのでもすごいなんかその子の分傷つくの、なんで浮気するんだろうって悲しくなっちゃう。ああだからリカのそこまで言ってくれると嬉しい。いや、じゃあみんなの愛が足りないだけだよ私のメンヘラを舐めてる自己肯定感鬼低いんだから。ちょっとでも目そらされてたら、私に魅力がないからだよね、そうだよね、私なんかいなくなればいいよね、はい、ありがとうございました、さようならってなっちゃうから他にいる、ん？何？隣にいる他推し、かっこ知り合いに話しかけないで。でもさ、自分の知り合いと仲良くしてる推し面は可愛いじゃん、わかる？私が推してたらそう思うのね。だからいいかなって。それは隣にいるその子を好きなゆえに、その友達ともなんかずっと仲良く推してほしいなって思うから話しかけてるのに、それを汲み取ってくれないのはまだまだですね笑わかる？やっぱさ、ずっとオタクやっていくとさ、私もね経験あるから分かるんだけど、友達とかがどんどん、例えばメンバーが卒業しちゃったり、推しメンがね卒業したりとかしてやめてくのよ。
だけど仲良くやっぱ現場にみんなで行くみたいのって楽しいじゃん。だしなんかずっと楽しくオタ活しててほしいし、ずっと私のところにいてほしいから、だからなんかその隣にいる他推しの子が自分の推し面に構ってもらえてなくても、私が構ってあげたことによってまた一緒に現場行こうねとなるじゃん。それを狙ってるわけ、わかる？なのになんかそこに焼きもち焼くのは違う。それはあなたありきのその子の会話だから、それなんか分かっててほしい。てか分かってくれてると思ってた。それでも私は寂しい。はい、そんなこと言うんだったら私だって寂しいです。お見送りでみんなにヘラヘラして、みんな理科のことだけ見てればいいのに、なんかなんなの何？何なの？でもすごい落ち込むんですよ。今日のもう落ち込んでます、すごく。すごく。この前のツアーで私の友達と私にレッスンくれたの嬉しすぎた。あ、そう、あとね、私これもあるんだよね。なんかやっぱ友達同士で見に行っててさ、じゃあその友達が他の子をしてます、で私にまあどっちも構ってもらえたとするじゃん。そうした場合やっぱりかちゃんあんたの推しさすがだねって私を推してる子が言われてる姿が嬉しい。私にまで配慮してくれてさすがだねって自分の推しを褒められてる私のファンを想像する。だからやるリカちゃんにお見送り可愛いって言ってもらえたの嬉しかったよ。え、でも本当に私可愛い子にしか可愛い言わない。それは嬉しいでしょ。なんかやっぱお前の推しさすがだなって、ちゃんと俺にまで配慮してくれて本当に、俺言っといて今度って言うのが私の理想。おかんずがリカちゃんがレッスン崩れる私の周りはみんなさすが中井リカさん言ってるでしょ。だからそうなってる未来を想像して私はニヤニヤしながらレッスンをするやっぱ褒められてるの嬉しいからね。私の影響で他推しの友達リカちゃんガチで悩むかわいい。そうでも本当にね、だみんながそのオタ活を通してまあ総じて幸せってなればいいからなんか、まあ、まあよくわかんないけど、ありがとう幸せってなってるのが私の幸せだから、だからもうなんかその幸せを提供するために浮気しないでって言ってんのにするから私怒んの。もう悪循環に気づいてほしい。私の周囲でリカ様を褒める声ばかりであります。本当？本当に？でもね本当にそうなんだよ。私はそこまで考えてる。リカちゃんのおかげで生きてられるのよ。ありまとね。違う違う、私はみんなに浮気されて死にかけてるよ気づいてらっしゃいます？そう、本当にこれはね結構ね大きな被害、私の中の心の大部分を占める悩みでもある。結構理解で連番した友達服かわいいね。本当に女の子たちはみんなかわいいんだよね。私全員ナンパして持ち帰りたいわあの横にはべらしときたいかわいいねって
あの薄着でただの変態ジジイ薄着で歯ブラシときたいもん。持ち帰ってください。え、持ち帰りたいよ。みんなバカじゃないは薄着なの笑うリカちゃん持ち帰りたい。リカはいつでも持ち帰っていいよ。持ち帰り可能です。本当にリカちゃんなんかもう SNS からも可愛い。え、てかみんなセンスいいよね。お姉ちゃんってよくリカちゃんって可愛いしパフォーマンスすごい素敵だねってよくねえ、可愛い。お姉ちゃんともどももうずーっと横にこうやってよしよししてたい可愛い子大好き。そうだよ、私ね可愛い子大好きだの。うん、薄着で歯ブラシときたいわあの透け感のある生地変態だから黙るね。返しが最低すぎる透け感のある生地の服を着ててほしいもんね、みんなに。悪代官やんいや私は全然いいよ。なんなら透け感のある生地の何か薄着のものを着た私をはべらしてくれる人募集中。はーい私は全然いいよ。はーいでもなんか私のファンの人ってちょっとね、あの私を保護する側なんですよね。だから多分早急に服着てって言われそうリカちゃん寒そうだから服着てって言われそう、みんなに。リカちゃんの生活すべて厚着でぐるぐる巻きにしてこたつに放り込みかねない。その未来しか見ない見えない私も。あの突然現れた想像力だけのコメント怖いな。リカ姫の水着姿のビニボンって何ビニボンって何、エロ用語やめて、あんまり言いたくないなそれ。リカ様の保護活動保護してくれ、保護して。言わなくていいやつ。生活支えますよ。保護します。今度猫飼うんだけど名前をリカちゃんにしてもいいかなピメとかにしたらなんかリカだとさ生々しくない？ピメとかにしたらどう？それならいいよ全然。
そう、もうさ、もう1時間経ったんだ。早いね。早すぎる。あれ待って、リカイム時計読めてないかも。1時間だよね今。あ、早いね。1時間半。え、1時間だよ。いや、1時間半か。リカ時計読めないや。10時半からやってるよ。いじめられる、みんなにいじめられた。三が日が終わろうとしています。三が日が、明日から普通に皆さんお仕事ですか？リカちゃんほんとかわいい。へへえへへ。2023年は愛嬌だけで乗り切ります。今日はね、ずっとみはるとね、まりなとねにくっついてた。はるかにくっついたら嫌な顔されたから、もうしない。炎上は？炎上させる？ライブランキング読みます。7位がゴーちゃん、6位がチョロスケさん、5位がモトキチさん、4位がティンクさん、3位がおまめさん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 、太陽がさんさん、2位がホリモキさん、かっこ浮気者、1位がホッカーさんでした。ありがとうございました。ホリモキさん浮気してた。なんか他のメンバーに笑いかけられてニコニコしてた。うざい。浮気しないで。みんなありがとね。おやすみ。元気になったらまたいっぱいやるね。ありがとう。じゃねー。おやすみ。おやすみ。良いお年を。良いお年を。良いお。よよよよ、お年を。みんな元気で。今年もずっと眠る。良いお年を。メリークリスマス。良いお年。